トマト塩麹を使ってタイの屋台風そばを作っていこう。材料はもやし2袋、しいたけ2つ、むきエビが 220g、 お水を入れてコトコト弱火で煮込んで旨味を出していくよ。さあここで登場、トマト塩麹大さじ1/2杯、ナンプラー小さじ1杯、最後にお好みで豆板醤を少し、お蕎麦を入れて軽く煮込んだら完成。簡単だよね。可愛く盛り付けて美味しく食べてね。